君に会えて本当に良かったと思える日が来ると信じて歩いて行こう。突撃リチェンジェル。めっちゃ、リコちゃんめっちゃ疲れたよね。全力でしょ、だって。そうだね。じゃあなんで走ってきたかっていうと、なんて言っても突撃リーチエンジェルということでやる気を見せるために走りました。さあ、ということで今回の突撃リーチエンジェル第6回目です。さあ、そしてですね、こちらライフガーデンさんの生産でまたまたお邪魔したいと思います。じゃあ、本当に気にするかぜひお願いします。はい、今日はですね、お二人で、はい、まあ、また実践をね、はい、で実は、はい、二人で一緒に歩くんだけど、はい、今回ね、ちょっとね、バトル景色にしようかってね。はい、そうですね、二人で一台を今までと同様に打つんですけど、さあ今回はさあ、大当たりを多く出せた方の勝ちということで、私たちの間でちょっとバトルをしたいなと思ってます。で、最後に自分の中で一番面白いと思う、あと一番似てると思うモノマネとか一発芸を、やるなおちゃん似てるかわかんないけど、なんかちょっとそうだね、頑張るわ。あ、なおちゃん、ちょっと待って、私たち自己紹介してないよしてなかった。はい、さあ、ということでリーチエンジェルのゆうきりこです。実は前回海物語で負けてしまったので、今日は絶対に勝ちたいと思います。頑張れリムさん。はい、さあ、そしてライブガーデンサノーテンさんで一度じゃあ私も実践させていただきました、リーチエンジェルの今日はツイテールドリグ、神崎奈です、よろしくお願いします。ドリグだ、ドリグです。ドリグが手もつきます。まあいいや、なおちゃんについていけんわ、ほんと。いや、でもこれなおちゃん頑張ってねってたけど、うん、ほんと勝負だから。そうなんだよね。そう、打つ台はちょっと2人で決めたいと思うんですけど、さ、店内でもお客さんもいっぱいいると思うんで、いい台見つけに行きましょう。なおちゃん、ゴーゴー。それでは行きます、突撃リーチエンジェル。たんですよ。しかも2回も打ってて、今日は絶対違う台を打ちたいの。なるほどね。何がいいかな。え、なおちゃん見て、やばくないこれ。ガロすごい、すごい。え、私ガロ打ちたい。私前回ガロ打ったんだけど。え、私絶対もうこれは先輩の権力を使ってガロ。もう分かった、じゃあリコちゃんから打って。分かった、私がなおちゃんのためにちょっとここで先に勝つから。うん、当たりましたね。じゃあ大選び。ちょっと待って、ガロすごい人。すごい、ほんとに、もうね、ドルがもうすごいですよ。空き台がない。取れるかな、これ。なおちゃん、空き台がない。あれ、どこないかな。え、ガロ打てないってパターン。いや、なおちゃん、ガロ空き台ないんで。あれ、この1台だけ空き台があるんで。よかった、空いてて。お、できなかったんですけど、これで300番台で打ちたいと思います。うん、オッケー。じゃあ、なおちゃん、私がまずは当たり先に引いて今日の罰ゲームを開始したいと思います。いや、先手必勝ってやつでしょ。でも私負けないからじゃあ頑張ります。
たりますように。絶対に罰ゲームはしたくないです。いきます。いやちょっと実は言うと私ガロ好きなんですけど、打つの初なんですよね、あのファイナルは。なんでいろいろわからない点があるかもしれないんですよね。なんでちょっと今日は勉強した。おー、なんかいきなり来た。なにこれ、ソウルメタルモード突入だって。これはいいの悪いの？なんか当たれ当たれ。耐え地負け。やばいぞ。なおちゃんにいち早く勝つねって言ったくせして、やばいぞ。さっきまでいっぱい演出来てたのに今何も来ない。お、キャラクター、何でも神頼み。選手、俺だってやるときはやるんだ。でこれ青じゃなくて赤とかだったらいい気がした。ほら、なんか出てきた。チャンス、お、ビジョンオブガロー。
ていきますからね。死の魂ありがたいに打ち勝てば魔界チャンス獲得。魔界チャンスゲットしたい。魔界チャンス、魔界チャンス。わあ、もうドキドキ、心臓が痛い。ガロがちょっと登場した。リ
と交代をしまして、今度は神崎直が打たせていただきます。はい、こちら先ほど5回の大当たりを引いた後の右打ちの ST からの出しが引き続きやりたいと思います。じゃあリコちゃんで連続やっていただいたんで、私も負けないぐらいで連続出して罰ゲーム回避したいと思いますので頑張ります。さあまだ来ない。前回もね、私突撃リーチエンジェルでガロを打たせていただいてるんですけど、前回もね連チャン途中でストップしちゃったからな。やばい、70だよ。そろそろ欲しいとこですよね。ザルバだ。ザルバ登場。さあコウガ、行け行け行け。さあコウガ、イケメンの登場です。行くぞ。音楽はかっこいい。さあ、ミクの力
にね。決まらない。決まらない。いけ。ああ。残念。ちょっと惜しかったですね。お、ザルバ登場ですかね。なんか保留玉変化中です。引きの強さ見せちゃうんじゃないかな。おZarba! Zarba!
続きリコちゃんによいしょリコちゃんに続きまして今度は私神崎奈央が歌わせていただきます。さっきね私がハマってたのをリコちゃんが当たりを出してくれてで10回まで大当たり持っててくれました。さあ今度は私がリコちゃんのねこの回ってる回数をまた大当たりにして連続でゲットしたいと思います。ねえちょっとボスやばいからね罰ゲームになっちゃうからみんな応援してくださいね。じゃあ頑張ります。さあどんどん回していきましょう。さっきね機械とかなってたけど今ハテナになっちゃったね。さあ疑似連でーす。したい。動きがないんですよ。あ、玉がなくなっちゃいましたね。さあ、ということで、なおちゃんがなんと一箱使っちゃったということで、今のところ420回転なんですけど、今ざっと計算したら一箱2000玉だとしたとしてもあれですよね、だいたい1000円で回転ちょっとぐらい回ってるんで、私たちめっちゃガロ初めてであんまり打ち方下手だと思うんですけど、ガロ好きのお客さんはこれも打ったらもっと上手く回せると思うんで、ちょっと皆さんにも挑戦してほしいです。しかも私たちこの撮影の後なんですけれど、この実践していた台を応援してくださった皆様に抽選でプレゼントしたいと思ってるんで、で今後もプレゼントできるかもしれないので、皆さんぜひぜひちょっと私たちの応援に来ていただければと思います。さあそしてですね、ライブヤーデン佐野店さんなんですけど、3が海、5がジャグラ、9がガロということで、見てガロコーナーすごい人なんですよ。しかもドル箱こっちにもバーン。さあということで、いつも以上にガロコーナー、さあたくさんのお客様がいるので、皆さんぜひ私たちと一緒に楽しみましょう。はい、なおちゃん実践終わりましたけど、はい、さあなんと今日ですね750玉投資で最終的に10回の大当たり、そしてですね14,041玉獲得ということで、さあこちらなんですけれども、約13,300、そんぐらい、ちょっと、はい、うん、ちょっと勝ったですね。ちょっと勝ちました、イエーイ。すごい、1万発超えた。そう、これはすごいですね。なんですけれども、さあ今日実はですね、いつもの突撃リチェンジェルとは違ってですね、さあなおちゃん朝かけしたの知ってる、はい、覚えてる、勝負したの。なんだっけ、何覚えてない。はい、今回はですね大当たりをどっちが多く出すかということで、結果10回の大当たり、はい、そしてですね私が9回、そしてなおちゃんが1回ということで、さあしかもなおちゃんのその1回も私が ST のまんま渡していたので、うん、160回転からそこで当てたからね。そうなんだよね。そうそう、結果的に私の大勝ちっていうことで、はい、はい、のりこ先輩には考えないねいやいや、私本当は引きめっちゃ弱いんだよ。さあということで、今日はねきっと神様がなおちゃんにモノマネか一発芸を見せてほしいっていうことで、さあこういう結果になったので、じゃあなおちゃんなんかモノマネとかなんかできないの。なんもできないですよ、うん。え、本当に？なんかそうだな、なんかこれでなおちゃんにしょこたんっていうのは絶対面白くないじゃないですか。だってまあ普通にしてて似てるからいやだからみんなが見て分かりやすい人がいいと思うんですよ。
あれはセリナとかできないの？セリナとか、あ、なんかあの声がの、そう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 、声がさ特定的だしさ、難しそう。できるかな。え、できるよ、やって。じゃあ、してください。じゃあ、行きますよ。じゃあ、セリナちゃん行ってください。3、2、1、9。あ、セリナなんかできないよ。セリナじゃないよ、 SDM48 セリナです。案外ちょっと似てて。本当？いや、なんかもっと超変なの来るかと思ったから、うん、案外似てたから。これ罰ゲームにならなくない？本当？うん、本当なんかね、できないけど頭のイメージ。お兄さんグッグッ。え、お兄さん似てた？本当に？お兄さん見てくれてた。あざーす。やったった。じゃあいいか。お兄さんが似てたっていうのは、本当はなんか違うのももう一個やってもらおうかと思ったけど、お兄さん似てたって言ったからいいや。じゃあ次、今度は、今度ね、違うので、じゃあバトルしようね。あー、怖い。さあ、ということで、さあ今日は、突撃リーチエンジェル、見事リーチエンジェル勝利でーす。さあ、ということでね、次回もリーチエンジェル、またまたね、いろんなところに出没して、突撃リーチエンジェル、結構ねリーチエンジェルの勝利のパワーを見せつけたいなと思っているので、皆さんぜひ応援してください。お願いします。はい、それでは突撃リーチエンジェル。